い、ということで今回はアンブシュア下唇の巻き加減のコツについてお伝えしたいと思います。髪の毛をバッサリ切りましてすっきりした、ミキですけれども、今回はですね、この、特に初心者の人、あと、そうですね、サックス始めて1年2年ぐらいの人によくある、ちょっとこの下唇のですね巻き加減ですねについてお伝えしたいと思います。サックスは、シングルリードね、1枚のリードでこう吹く楽器なので、なんていうかな、下唇だけ巻いて、ね、吹く楽器じゃないですか。で、もちろんダブルリップオーボエみたいに吹くのもできるんですけども、スタンダードはシングルリップ、下だけ巻く、吹き方だと思います。でその時に下唇をどの程度巻いたらいいのかというところで、すごくこう迷うと思うんですよ。下唇巻いて吹いてくださいねとしかですね、普通ね教わらないじゃないですか。じゃあどの程度ってなったらね、すごい迷うと思うんですよ。でそういうところをちょっと具体的に、紹介したいと思います。でよくある間違いですけれども、下唇をね巻き込みすぎた場合ね、で皮膚がですねリードに当たってしまうんですね。で皮膚がかなうんですね、リードに当たると音は鳴りません。リードには下唇をちゃんと当てないと音が鳴らない、仕組みになってます。そして、巻かなさすぎて、下唇がすごく痛い、これは筋肉の部分が負けてなくて、こうなんていうか肉の部分、この薄い、唇の部分だけでリードと下歯にサンドイッチされちゃってめちゃめちゃ痛いと。ね、痛すぎるからあんまないかもしれないですけど、 たまにいるかなと思います。口が痛くて仕方ない人ですね。でそういった方は、これ、ちょっと両方極端になっちゃってるんですね、巻き方がね。だから、どうしたらいいか、ね、でここに書いてますけれども、英語の FV の発音で下唇に上の歯が当たるところをリードに当てるように巻くっていうね、ちょっと長いんですけれども、要するにですね、英語ね、どの人も発音って習ったことはあると思いますけど、 F とかですね、 V とかですね、習ったことありますよね。もし習ったことなければ、英語が得意な人に聞けば、英語の先生でもいいし、英語のできる友達に聞けばすぐ教えてくれますから、上の歯をこう当てて F とかね、 V とか発音しますよね。でそれで上の歯がねこう当たる場所あるじゃないですか、そこをリードに当てるような巻き加減にする。じゃあですね、結構嘘みたいに音が出るようになります。これは僕が発明したわけじゃなくて、世界的なジャズサックスプレイヤーのデイブ・リーブマンという人がその著書で、紹介しているやり方です。今でも楽器店とか、Amazon とかすぐ買えると思いますけれども、デイブ・リーブマンの本をね見てもらったら、このやり方書いてました。で実際に僕も20代の時に、いろいろこう奏法について、研究してた時にその本を読んで、このやり方をやったらすごく音が鳴りやすくなった覚えがあります。なので、試していただけたらいいかなと思います。実際に僕の生徒さんにもこのやり方でですね、お伝えしてますけども、皆さんスムーズに吹けるようになってます。ということで今回はアンブシュは下唇の巻き加減のコツについてねお送りしました。この動画が良いと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた会いましょう。